言葉が通じない国に行ってトラブルに遭い、不安な思いをしたことのある方も多いのではないでしょうか。これから紹介する外国人も、日本旅行の際にトラブルに見舞われ、一生忘れられない体験をしたといいます。今回は、訪日外国人が驚いた日本人の信じられない行動をテーマにお届けします。世界中の素敵な物語を紹介する YouTube チャンネル、グレートビッグストーリーに、日本にまつわる動画が投稿されました。その物語の主人公は、世界中を旅しながら執筆活動を行う作家兼ブロガーのマシュー・トレッドウェルさん。彼と妻は、以前に記事で見たことのある日本の田舎の小さくて美しい村に行くため、日本にやってきました。村を訪れた二人は、その美しい風景に魅了され、時間を忘れるほど楽しみました。しかし、夢中になりすぎたのでしょうか。二人は、帰りに乗るはずだったバスに乗り遅れてしまいます。帰国の便の時間は2時間後に迫り、気持ちはどんどん焦ります。でも、その村はとても田舎だったため、代わりの交通手段も見つかりませんでした。彼らは通りかかったタクシーを何台か止め、東京まで乗せて行ってもらえるか尋ねました。しかし、その村は東京からあまりにも離れていたため、どのタクシーにも断られてしまいました。そんな二人を嘲笑うかのように、今度は雨まで降ってきて、二人を意気消沈させました。傘を差し、バスの来ないバス停で途方に暮れていたマシュー夫妻。すると、一人の高齢の紳士が近寄ってきて、二人に声をかけました。夫妻は藁にもすがる思いで、羽田空港に行かなければならないことを、その老紳士に説明しました。果たして言葉が通じているのか、男性の表情からは読み取れません。すると、夫妻の必死な訴えを聞き終えた男性は、手招きのジェスチャーを始めました。男性の意図はわかりませんでしたが、すでに絶望的な状況に置かれた夫妻は他にどうすることもできず、半ばやけくそのような気持ちで彼の後をついていきました。男性は、さっきまで夫妻がいた小さな村に戻り、そして彼の家と思われる場所で歩みを止めました。二人は何が起きているのかわからず困惑しましたが、男性の自宅の駐車場を見て、ようやく彼の意図がわかりました。駐車場にあったのは1台のタクシー。そう、彼はなんとタクシーの運転手で、自分の運転するタクシーで羽田空港まで送ると申し出たのです。マシュー夫妻はこの信じられない出来事に驚き、また問題が解決しようとしていることに心から感謝しました。荷物を積み込みタクシーに乗り込むと、そこからは素晴らしいドライブの始まりでした。美しい村を、山々を、そしてきらびやかな夜の東京の街並みを。タクシーでなければ見ることのなかった幻想的な景色を思う存分楽しみました。それはまるでタクシーを借り切って日本の風景を堪能するツアーをしているようでした。羽田空港に到着した時にはもうこのツアーが終わってしまうのかとがっかりしたほどです。老紳士にお礼を言って料金を支払おうとするマシュー夫妻にさらに驚くべきことが起こります。あれだけ長い距離を運転してくれたにもかかわらず、運転手の男性は料金はいらないというのです。マシューさんは、長距離の移動になってしまったのだから、せめてガソリン代だけでも受け取ってほしいと訴えましたが、男性は笑顔でお金を受け取ることを断り、手を振って二人の帰路の安全を祈ると、再びタクシーに乗り込み、去っていきました。夫妻はこの時、男性の名前すら聞いていなかったことに気づきました。この時のことを、マシューさんはこう振り返ります。私たちは無事に飛行機に乗ることができました。それは、
偶然会ったあの男性が私たちが困っているのを見て助けてくれたからです。このことは決して忘れられない出来事です。あの偶然出会った日本人の男性にありがとうと言いたい。そしてあの時から私もあの人のように生きたいと思いました。できる限り他人に親切にしようと。私の子供たちにも礼儀正しさ、善良さ、優しさ、思いやりの大切さを伝えていこうと思います。マシュー夫妻が体験したこの感動的なストーリーは大きな反響を呼びました。それではこのビデオを見た海外の人たちのコメントをご紹介します。理由はわからないけど、この話を聞いてたら涙が出てきた。なんて素晴らしい話なんだ。この話は真実だよ。なぜなら僕も経験したからだ。鎌倉で一度道に迷ったことがある。駅までの道がわからなくなった時に、この老人を見かけて訪ねてみたんだ。すると道を教えてくれるどころか、30分もかけて駅まで歩いて連れて行ってくれたよ。もう一つの経験は、成田空港に向かう電車に乗っていた時のこと。どの駅で降りればいいのかわからない時に、このおじいさんが助けてくれたんだ。彼は自分の駅を乗り過ごして、空港まで一緒に来てくれたんだ。日本人はとても親切だよ。あなたはもう一度日本に戻って彼に会うべきだ。日本人はとても謙虚で親切だ。日本の人々は素晴らしいよ。とても思いやりにあふれているんだ。僕も2ヶ月の滞在中に似たような素晴らしい経験をしたよ。俺の人類と人間性を信じる心が回復した。わかる。しばらくそんな心はどこかに行っていたよ。これは優しさなどという言葉では伝えきれないよ。この日本人男性は単なる優しさ以上のものを見せてくれたね。日本を尊敬します。これは日本だけのことじゃない。世界のどこでだって彼のような素晴らしい人々がいるでしょ。それはそうかもしれないけど、日本ではこういったことが他のどの国よりも起こりやすいって話さ。アメリカやイギリスでも同じ体験ができるか試してみるといいよ。グッドラック。素晴らしい話をありがとう。マシューさんがもう一度日本を訪れた時に老紳士と再会できることを祈っているよ。メディアで目にする有名人ではなく、普段目にしないこういう人たちこそが、その国の本当の姿を反映していると思う。何なんだ、このアニメみたいないい話は。この名もなき老紳士は偉大だな。このストーリーで映画を作ったら素晴らしい作品になるだろうね。君の名は？正直、俺も日本で立ち往生してみたい。日本人は親切にしても見返りを期待しないの。レストランでチップを払わないのはお客に親切にすることが当然とされているから。それって素晴らしい生き方だと思うわ。日本に行った時、コンビニの店員に近くに泊まれる場所がないか尋ねた。するとその店員は、探したけどホテルは全部満室だから自宅に泊まってくれと言ったんだ。でもホテルのスタッフも親切だったので、部屋を見つけて電話してきてくれた。彼の部屋を使わずに住んでよかったけど、日本は本当に親切な人が多いよね。日本人が優しい。俺は日本に5年ほど住んでいたことがあるし、世界中で暮らしたことがあるが。はっきり言って日本人はとびきり最高だ。日本人ほど品があって洗練された民族は他にいないよ。最後までご覧いただきありがとうございます。高評価ボタンをポチッと押してくれたらとっても嬉しいです。また何か感想などありましたらお気軽にコメントをお願いします。
チャンネル登録も忘れないでくださいね。